こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、納豆をね400回混ぜるとすごく美味しくなるっていうのをちょっとツイッターで聞いたので、普通に混ぜたやつと400回混ぜたやつで味を食べ比べしてみようと思います。で、ちょっと5パックずつ入れますね。で、ここにタレとからしを入れて、片方は400回混ぜて、まあ、もう片方は60回ぐらい混ぜようかな。じゃ、まずは普通に混ぜます。はい、これが60回ぐらい混ぜたやつですね。じゃ、400回いきます。100、もう100回ですでにきつい。200、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、2、300。おお、疲れた。なんかね、もしかしたら200回ぐらいで混ぜるのが楽になってきたかもしれない。粘りがちょっと弱くなった気がします。96、97、98、99、400。まああれですね、一見見た感じでは、まあ、400回の方が泡立ってるかなって感じですね。じゃあご飯にのせて食べてみたいと思います。ここでね、ちゃんと間違えないようにしないと。こっち側に400回のやつを入れますね。ちょっともしかしたらご飯に対しての納豆の量が少なかったかもしれないですね。そこは頑張ります。ちょっと重さを測ってみます。3.8kg タコなんで、器の重さを引いて 2.9kg です。で、そして今日はお味噌汁を 460g 用意したんで、合わせて 3.3kg です。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。で、まず普通の方から食べますね。まあ、これは一見普通ですね。うん、普通に美味しい納豆ご飯。じゃあ次はね、400回混ぜた方です。で、どんな風に違うのか、それとも大して変わらないのか、食べてみたいと思います。気持ち味がまろやかかもしれないです。ちょっと納豆だけで食べてみようかな。うん、あ、でもこっちの方がね、ちょっと旨味があるかもしれないです。こっからは普通に食べます。今回ちょっとおネギとか乗せなかったんですけどね、お味噌汁にいろいろ入ってるんで、それでいいかなと思って。うん、糸が納豆ご飯はでも体にもいいしね、納豆はいいですね。でもやっぱりこっちの方が味がまろやかな感じがします。旨味もある気がします。こっちの方がタレとかの味がね、マイルドな感じになってます。で、普通の納豆の方を食べ終わりました。やっぱり納豆とお味噌汁っていいですね。よく合います。やっぱこっちの方がね、旨味があります。納豆がね、柔らかくなった気がします。あ、納豆が柔らかく納豆。はい、糸がね、すごいです。納豆ってなんで糸引くんでしょうね、不思議ですね。納豆がね、だいぶ少なくなってきましたね。こっちの方がご飯の量が多かったのか、納豆ちょっと食べ過ぎちゃったのか、ちょっとそれはよくわかんないんですけどね。最後の一口いただきます。うん、糸が。ごちそうさまです。400回混ぜた方がね、若干美味しかったような気がしました。ぜひです、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。